はい、こんにちは、ビッグボーイです。モンハンワールドまたやります。竜を倒したから、なんて名前だったっけ、モンスター図鑑レイギエーナだったっけ。そう、レイギエーナを倒したから、これで気球飛ばして正気の谷最下層に行きましょう。行きましょう。はい、ゴー。よし、ここに必ずマグダラオスの痕跡があるはずです。それにしても正気の谷とはやっぱりマグダラオスの痕跡を探す。呼べねえ、食事しよう。チャレンジ定食、チャレンジする。おえー、なんだこれ、なんかこの後ろになんか見えるけど、化石みたいのが。あ、アステラジャーキー。さあ、痕跡探すか。お、青のシルベ虫が。あった。行きましょう。おお、綺麗。待ってください、私も一緒に。はい、こちらに。あなたがね、出しゃばるとね、大抵モンスターが出るんだよ。相棒も気づいていますよね。正気の谷の正体ってもしかして。お、入ったらダメなやつだ。もしかしてサン？触らないように気をつけないと。え、サンが湧いてんのこの辺。見てください。あ、あった。お、なんかもっとでかいのがある。痕跡が。でもでっけえよ。ここは谷の底のはず。これより先に行き場はないのに、ゾラマグダラオスは一体どこに。二手に分かれて探してみましょう。なんか喋れよ。おばさま。救難信号。4人でおばさま助けに行こう。ここまで戻ってきちゃった。これだ。まだゾラマグダラオスの痕跡一部しか見つけてないけど。
あー、何これ、骨だよな。あっちか。そういえばね、鬼人薬前回から持ってたんだけど使ってなかったな。使おう。飲ませろ。よし、やったるぞ。最近モンスターの尻尾全然切れてないな。痛い。ちょっと装備も本腰入れて目いっぱい強いの作んないとだな。おお、誰か来るかな。来た。おお、だん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 すばしっこくなっていくな、現れる大型モンスター。ネルギガンテとかもっとすごいんでしょ。仲間来てくれ。ミツムシ、これはまた長いことになりそうだ。この辺とにかくね、段差が少なくてだね、乗り込みにくいんだよな。段差ないかな。うん、なさそう。痛い。ありがてえ。石ころ。危ない。仲間がこっちに来てるね。よし、痛い。さあ来た来た来た。ん？あの武器は総中魂か。よし、今完全にまぐれで引っかかったぞ。あー、なんで自分まで引っかかるな。もう一人来た。うん、マジか。治った。あれ、離脱しちゃったか。おお、なんか今謎の状態異常。これはあれか、自動回復が遅くなってんのかな。あ、逃げた。今ハンター2人のお供2人状態か。なんかね、2人がね、ハンター2人でモンスター狩りをするのが一番効率が悪いというか、
面倒を被るらしいから3人以上がいいらしいんだけど、ここめっちゃ正気を見てる。ダメージ軽減発動してもこんなんか。三つ星、なんかまた余計なもん蹴っちまった。あ、ほんと飛び乗りそうなところがねえ。お、尻尾が切れてた。いつの間にか V 破壊これか。あー、すばしっこい。よっしゃ、キリー、いいぞ。効いてる効いてる。めっちゃ倒れんな。あ、硬。あ、赤になってる。でよ、ここは何力尽きてしまった。ここにこれを展開して、トイレ、OK。まあ、力尽きてもまだ大丈夫だ。うん、3回死んだらおしまいっていう点はこれまでのモンハンと変わんないよな。探索だけならもっと死ねるんだっけ。死ねるってのもなんか変だけど。よいしょー、さあ帰ってきた仲間。トイレ、よし、どんどん行くぞ。正気でダメージ受けるって言うけど大したことないな、これなら。うーん、相変わらず飛び乗れそうにない。いや、いや、あるな、これだな。あー、登れねえのかこれ。V 破壊、はい、よし。使わせてもらおう。いやー、全然疲れてないぞこいつ。あ、尻尾剥ぎ取るの忘れてたな。まあいっか、
多分もう一回ぐらいこいつ逃げるでしょう。その時剥ぎ取るか。あかん。おお、セーフ。届いてー。よし、よし、のけぞってるぞ。お、今がチャンス。痛い。なんか仲間の炸裂弾かなんかで吹っ飛んでね俺。あー逃げてった。立てとこう。全然疲れてる様子がないな。よし、危ない。ちょっと攻撃が怖いわ。回復をちゃんとやっていこう。音も不在だから蜜虫も来ないし。痛い。あ、切れた。ちょうど切れた。うん、疲れてはいるね。あとは死なないことを願う仲間か、あと自分。ん、これ登れないのか。そうだ、これ着いたら食おう。お、いいぞ。さあやってる。あ、あの人すげえダメージ食らってんだ。危ない。俺もすげえ食らってるわ。まだこれが使えない。いて。よし、使える。よし、乗っかった仲間が。今のうちに研ぐ。オッケー。なあ、仲間の弾。落とされたかな。よし、チャンス。でも弾で吹っ飛ぶのは仕方ない。痛い。あ、やばい。痛え。これはなるべく動かない方がいいんだけど。回復して、よし。もう少しのはずなんだ。このままあんまりダメージ受けたらまずいぞ。マジで死んじゃうぞ。
逃げた。回復はちゃんとやっていこう。で、トイレ。ん？戻ったのか？ん？あ、寝てた。また寝てた。待てよ。キチン焼くのも。あ、飲めない。アステラジャーキー。お、無事です。よっしゃ。もう残り少ない体力だった。あ、これはなかなか骨のあるモンスターだった。よしよし、怪我がなくてよかったわ。ありがとう。隠れてやり過ごそうかと思っていたけど、おかげで助かったわ。ほら、メソを書くのはおよし。約束通り、谷のいろんな顔を見てきてくれたんだろ。聞こうじゃない、どんな場所だと感じた？正気の谷とは、おそらくモンスターたちの墓場。この地域一帯は墓場を中心とする巨大な生態系の姿です。ついておいで。そう、正気の谷とは墓場。モンスターは死を察して谷を目指す。屍が養分となり、丘サンゴの大地がそれを得る。こうして生まれた命は育ち、海、また谷で死ぬ。見事な生態系だね。こんなに大規模なものは見たことがないよ。はい。だけど不思議に思わないかい？何をでしょう。これほど巨大な生態系、一体どんなモンスターが養分となったんだろう。古竜がなぜ海を渡るのか、もう分かったね。もしかして、ここは古竜の死に場所だ。ゾラ・マグダラオスは死を迎えるためにここに来た。はずなんだけど、痕跡だけを残して肝心のやつがどこにもいない。彼はエネルギーを貯めながら進んでいました。そんな状態で一体どこに。わからない。あ、だがこの地に古くから住む竜人たちなら知ってるかもしれない。彼らの話を聞きに行ってごらん。ほら、命が降るよ。私にあと300年寿命があったらね。そしたらこの目で命の移ろいを見れたかもしれないのに。じゃあ、あとは任せたよ。私はまだここにいる。ここでもう少し
命の成り立ちを探していくよ。めっちゃストーリーしてるわ。よし、あ、力尽きたから報酬600しかない。ご苦労。おお、ここに戻ってきた。大変でしたよ、本当。そうだな。古竜の墓。じゃあ我々墓に行くの邪魔したクソったれじゃない奥の方にソードマスターいる。古代竜神さんに話を聞けばマグダラオスの居場所がわかるでしょうか。うん、こんにちは。よし、まあ、さっきのモンスターと戦ってよくわかったけど、武器性能と防具強化した方がいいな。本腰入れて。じゃあ次回までにね、もうリオレイヤーの装備ももう多分ガタが来てるんで、いい装備モンスター買って作っておこう。じゃあ今回こんなところで。はい、ご視聴ありがとうございました。